続いて東海荘さんから、居酒屋さんへポテトサラダをスピードメニューとして出してくれてありがとう。確かにありがたいよね、あんなまとまったものをね、食べ手のあるものをすぐ出してくれてありがとう。お漬物とかと同じ列で並べてくれてありがとう。あのよくわからない茶色いカリカリしたもの、玉ねぎなのかな、あれあれをいっぱいかけて一手間加えてくれてありがとう。塩昆布とかを乗せてくれてありがとう。まさかいぶりがっこを刻んでくれてありがとう。結構大きめのボウルで出してくれてありがとう。いいポテサラお待ちって言った後、横にウスターソースをドンって置いてくれてありがとう。これ座禅ボーイズですかこれ。ポテサラをスピードメニューと出してくれてありがとう。フライドオニオンをぶちまけてくれてありがとう。ポテトサラダ2だもんなこれ。